皆さんこんにちは。マイゴルフのスタシミです。アボアボボンちゃんです。ゲストの江口さやさんと松原香音さんです。お願いします。お願いします。今この4人で、レイクスワンカントリークラブさんを回ってるんですが、今2対2のねペアスクランブルのストローク対決で、はい、株式会社 A メゾンさんご提供の、賞金10万円ありがとうございます。かけて戦っております。ここまで戦ってきまして、はい、今3アンダーと1アンダーで、はい、僕ら2打リード中ということで、はい、この前の動画で多分視聴者さんもねちょっとざわざわしてきてると思うので、はいはい、僕ら反感食らいたくないんで。そうですね、反感は怖いです。はい、怖いんで、はい、ちょっとねちょっとルール変更を、はい、まあ、この辺でしていこうかなと、はい、この残り8ホールですね。8ホール全部きちい。ちなみにちょっとどんなルール変更ですか。はい、まあ、僕ら一応あの PGA のプロテスト持っているんで、はい、でお伝えは挑戦中なんで、まあ、そこのマハンデということで、僕らは交互、一球を交互に打つ、はい、でお二人はいい方を引き続き同じルールで選択していくというルールでございます。いかがでしょうか。はい、はいはい、それで私たちが勝った場合、はい、視聴者さんプレゼントはなしです。なしです。そうなるとちょっとなんか申し訳ないんですよね。いやいや、それは全然大丈夫です。あの視聴者さんなんていらないです。そんなもらわめっちゃ減ったと思いますよ多分今。10万人減りました。減りましたね。10万人10万人。いやでもその時はその時で、その時でちょっと何か考えたいと思います。まあ、プレゼントはでもしたいと思うんですよ、はい、どっちにしよう。ただ額の問題で、まあ、もう本当にお二人が買った場合はじゃあもう僕らの方からはい、もう経費で。いいっすよ。いいっすか。いいっすよ。でもちょっと一回このシリーズ、そうっすね、この1本2ホールちょっと一回やってみましょう。やってみましょうか、はい、じゃあ2ホールだけ、はい、まずはこの2ホール、はい、でちょっと僕たちギブアップするかもしれないあまりにもちょっと大差が開いてしまう、はい、もう1ホールで大逆転してしまうかも。まだティーグラウンド立ってないのにちょっとソワソワしてるので一旦2ホールちょっとやってみましょう。やってみて、はい、でそこからまた様子見ましょうか、はい、ちょっとなるべくいい戦いにしたいでね。はい、はい、ということでじゃあ行きましょうか。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ交互ですね僕らは。はい、どっち打つ。どっち行こう。得意202。202 202得意か得意じゃないか。行くわ。おいったね。おお202やったの。何すんな急に怖い。絶対ミスんなよ最後の一言いらんやろ絶対。アプローチ残されたらね。今の最後の一言いらんやろ。いいんですかほんまに。僕ら本気出すんで。僕らの本気は誰にも止められない今まで止められたことないな。そうやな。ええよ乗せるだけで。179ほんまに乗せなかんや。5番やんで。うわ、やっぱどこ行った。左まっすぐ昨日からえらい捕まるな。左奥バンカーの手前。バンカー、バンカー左。あ、奥バンカー手前。よかった。どうしましょうこれなんか買っても申し訳ないんですけど。いやいや全然いいっすよあのやばかったら僕らまたルール改正するの127すぐ改正したから、はい。でもやっぱ多分前回のカノンさんの、まあ、ああいうショットみたいなあれを見て逆にこのまま行ってしまった場合多分僕らが多分すごい反感買われるんで、ちょっとねさすがにちょっとあのまま行かせるわけにはいかないですね。そりゃそう、うん、僕ら調子いいんである種パワハラですよ128ヤード8番で行きます。はい、風かな。ったダメだ。まずまず8番でいきます。これうまいな。風前かな。全然です。
風？いやいやいや、なんか多分くぐりましたよね。でも天ぷらみたいな、アイアンで。アイアン天ぷら。アイアン天ぷら。アイアン天ぷらしました。初耳や。これやばいな。ドキドキしてきた。代わりに行こうか俺。もう行こう。もう俺アプローチだけベストボールで。何を急に焦ってんの。寄せるやん俺が。あ、そうやね。任せ。いやいや任せ。今まで人生で何回アプローチ打ってきたか。うん、おお、うまいですね。どこ。いや人生でアプローチ、あそういう意味か。いや人にアプローチしてきたかと思いました。あ、人には基本アプローチしないです。人嫌いです。すいません。人苦手で。そうでした。すいません。チャラ男みたいな。チャラ男、ええー、と思って。チャラ男発言だね。まさかどうと思って。やっぱチャラ男がいいでしょ。チャラ男がいいですね。そうなんや。そうや。チャラ男人気とかある？俺一応ウェッジ持ってた方がいいか。そうやで、俺がダフってもう一発ある。すみません、ありがとうございます。任せ任せ任せてるよ。視聴者さん、僕に任せ。寄せたら寄せたら俺が寄せたら。あ、でもあれ片手いけるよ。片手や、痺れた時は片手。お、いいとこや。あ、距離は合っててんね。やっぱ上げててんだ。56度でちょっとそっちから下りっすね、もんちゃん。下り、やや下り。うわ、マジの片手なんですね。うわ、マジの片手なんですね。めっちゃ柔らかかった。そこ柔らかいな。直接いけたかもしれんな。なあ、まあまあ思ったとこ落とした。あら、珍しい両手。びっくりしました、片手で。あなたが普通じゃないです。両手の人もおるんや。片手あなただけ。マジうまいな。すごいな。結構転がりました。こう読んで。あの変わらないヘッドスピードがいいね。うん、あ、全やばい、ほんまに。すいません。大丈夫。パッと取りましょうね。それよりもやばいのはこっちや。こんな長いパーパーって予想してなかったな。入るやろ。何回打ってきたん今まで。せやな、うん、奥は行ってるやろな。奥行ってるやろ。奥回は行ってるな。曲がるやろな。うわ、ガチでこれボギー打ちたないな。ボギー列車乗っちゃいそう、これ。チャギントン。チャギントン。チャギントンレールで。あかん、めっちゃ切れるわ。痛い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 。やばい。左遷。あ、こうせ、これ家に行ったらあかんねんな、このゲームは。あ、いいよ。あ、みぃ、みぃ、はい、みぃ。でも約束したからな。え、約束したから次のホールも行こな。行こな。これで。あ、もう帰る気満々や。ルール戻す気満々。ナイス、ナイス、ナイス、あば、ナイスです。耐えた。ナイス、危ねえ。ナイス、ナイス。あ、そうか、こう、ナイス。死んだか思った。ナイス、ナイスパー。ギリギリです。こんだけ離れてたね。ありがとうございます。あぶねえ。よう入れてくれた。今のはマジでちょっと心臓止まったっす。でもやっぱゴルフってこうやな。この緊張感がないとやっぱやる意味ないな。そうやね。やっぱこれがやっぱいいかもしれんな。すごいね。急にな。
急にすごいゴルフだったな、うん、やっぱ先ほど皆さんにもお伝えしたんでこの2ホールはって言ったんですけど、まあ、意地でもこの2ホールは僕ら勝ったままで終わります。次のホールちょっとルール改正交互なった瞬間速攻ボギーこれさなんか左あかんかったやんな。左あかんかった。もうあの看板方向で結局めっちゃ出てきたんやと思う。もんちゃん一回それ出てきたやんな、うん、俺ちょっとドライバーやめていい？やめよ。勝とえ勝つんやから俺たち。それかドライバーでもう右思いっきり打っちゃった方がいい。残るよなこれ多分。2ユー打っても一緒や。左行ったら終わりや。2ユーの方が左確率高いかもしれん。交互やぞ。いや振る。ボンちゃんに100ヤードを残してあげたい。オッケー。いいんちゃん。ナイショナイショ。怖っ怖い景色も怖いし。石田さんですよ。なんか兆しが見えてきましたな。やっと右かな。これ右目の方がいいね。はい出ます。的のちょい左ぐらい。ナイスナイスです。出ます。しょ素振りしないですよね。ね、しない。以上。ミサ、ありがとうございます。軽いかな。行ってみましょうか。行ってみましょう。左やばいんですか。やばいんですか。なんかな、いや僕らもあんま覚えてないんですけど。すみません、ありがとうございます。意外と狭かったような。めちゃくちゃ右に打ったやつがフェアウェイ真ん中あったんですよ。あーなるほど。1回な。そうそう、それで僕らも1回しか回ったことないんでよくわかんないですけど。じゃあやばいんですかね。多分松原さんのは OB かな。でも教えてくれなかったじゃないですか最初に。もうじゃあ次のホールもハンデホールや。もう後輩様様ありがとうございます。カノンちゃんがおかげで。カモンさんすごいな。カモンさんなんかそういうのうまそうですね。うまそうやな。勉強します。でもさよさんはなんかあのしっかりしたお姉ちゃんタイプですね。全然ですよ。そうなんですか。はい。何も言わない派です。ああ。へえ。後輩とかもなんか、うん、なんかされたりなんか動かなかったりしても。うん、で怒るんだったら自分の人が早いわと思って。でもそんなイメージあります。スタートでした。わざわざそんな怒ったって。もうエネルギー無駄みたいな。はい。だしその自分たちもそうだったんで怒られてやった。まあでもそれが良かったかもしれないんですけど。え、ご兄弟はいるんですか。姉と妹がいます。あ、三姉妹。はい、センターです。センター。センターって言うんですね。初めて言われた。センター。確かにセンター。センターです。僕もセンターなんで。でもカノンはお姉ちゃんですよ。はい。あ、みんな衝撃だと思ってみんな言いましたけど、お姉ちゃん妹がいるんですよ。トップやトップやらしてもらってる。トップやらしてもらってる。マジ？代表ですよ。松原家のトップか。面白い。マジか。みんなのマジか。いろんな意味があるね。まさかのトップ。まさかのトップ。ボトムかと思ってました。面白い。それよくわかんない。あ、そう、すみません。あの英語できちゃう癖が出ました。あ、そっちがね。出ちゃった。これブリヂストン。はい、ありがとうございます。マジ狭い。ほんまでもやっぱな、ここでええねんな。この切り方えぐいよな。あ、そっか、一人そっか、一つか。そうなんですよ。ですよね、あれめっちゃナイスです。よかったっす。やばい。よう打ったわ。刻んだ方がよかったな。いや、刻んだらむずない。めっちゃいや、むずいけど。パー拾いに行くゴルフってもらう。看板右 OK やな、はい、うん、よし。バーディー取りに行かんと。それくらいの気持ちでちょうどパッと。ちょっと流れを変えましょう。はい、いきます。おお、ギリギリ、うん、あ、今日めっちゃラフル。結構転がる。え、これってもともとどこにあります。なんかラフライン、この辺。よいしょ、ございます。
まい。これいいよ。これいいよ。おいおナイス。ありがとうございます。よし。気合入るね。なんか急に人変わったな。いきなり。トップ。トップ松原トップ。松原トップ。7です。はい。松原トップ。さあ。ちょっとね、このシリーズはこの感じでお送りしてるんですけど、キーワードはがです。が1回しか言いませんよ。98、もう宣言通りよ。もんちゃんボール変えたら、56で宣言通り98ヤード、フェアウェイフォローなるんかな。いや、やってしまった。ボンちゃんさん、あれれれれれ、カノンマジックにかかってますね。カノンマジック。ちょっとな。なんかここ水撒いた。似てるな。カノンちゃん、カノンさんが撒いてたな。撒いてた。見てなかった。あの、多分さっきこっち橋渡ってる時、こうさーって散水した。うん、ボタン押してたわ、噴水の。何してくれてるんだ。まあまあ散りますよね。え、まあ、こっちも散ってます。ついてる、反対側、土が。誰かがティーショットあんな水はけ悪い水の溜まり場みたいなとこに打ってさ、排水口の。なんで俺が悪いん、うん、なんで俺が悪いだから刻め言うたのに。やってんな。100ヤードぐらいちゃんと打ってよ。100ヤードいっちゃむずいな。やっと近づいて、はい、やっと近づいてきました。逆転まだ悪い。逆転あんねんな。逆転はちゃうで。え、あ、よかった、刺身が売ってるやつ大丈夫や。いや、そんなめっちゃ難しいからな、これ。集中集中。これ直接行っていけるかな、高い球で。でも上げるやろ。そうやな、上げようか。上げてるのみたいな。うわうわうわ、やつ調子乗り出してるわ。いろいろなんかもう落とし入れようとしてる。怖いな、 Z 世代は怖いな。60度でいきます。うまい、うまっ、うまい、うまっ、やばー、うまー、ナイス。今のはやばい、それそれ、今のでいいよ。ボンちゃんさん、めっちゃ止まったんちゃう。先行かれますか。先行きます。はい、めっちゃうまかったです。ナイスです。はい、うまっ。ちょっとマークします。 あ、はい。あ、押さえるの押さえします。マークすんねや。さっき外しかけたから。やっぱだ、こう長いからさ、長いと思ってこれやったら結構危なかった。意外とブレた。よし、ショックですよね。ないっすよね、今の。いや、今のはめっちゃ良かった。すごい、すごい良かったな、この速度が。ゆっくり言った、うん、絶対入れるやん、これ絶対入れたい。ちょっと強めに打ちます。お大事に。ちょっと待ってください。もう、なる。なんか急になんか本気出してきたやん。なんなん。ナイス、ありがとうございます。ナイスバーディー。ナイスパー。ナイスパーです。ナイスです。あざ、余裕でしたね、パーは。パーじゃやばい、もう追いつかれたから。ナイスバーディー、ありがとうございます。このシリーズで追いつかれた。いいハンディが。なんでハンディ上げた瞬間バーディー飛んだ。もう完全にこれはゴルフはメンタルとしか言いようがないですね、これ。それ間違ったね。いけるって思わした瞬間バーディー取られた。さっきまで全然あんなええバーディー取ってこない。確かに。かすりもしなかったですね。ということで、2ホール終わりまして、魔のハンデホール。
ハンデホールというか、ちょっとルール改正をしました。ルール改正カノンのおかげでありがとうございます、はい、1ホールで1打ずつ詰められて、はい、カノンマジックでもう喋らないでください。お願いします。まあいろいろありましたけど、はい、2アンダー2アンダー、はい、2アンダー2アンダーですね、並びました、うん、並んだということで、はい、次の回は元のルールで、はい、戦います、はい、頑張ります。疲れました。ありがとうございました。いやー疲れた。ここからで、ね、でも次のホールね、あの最後のショートホールもやってるんで、はい、まあ、それも含めてちょっと元のルールで戦って、またその次の回はまだ分かんないです、はい、どうなるか分かんないですけど、はい、まあ、この黄緑の人がなんかカメラマンさんにこうなんかこうつぶらない瞳で何かを言わない限りは大丈夫かなって思うんですけど。言っていいからね。わかりました。なんか変わらないかなと思うんですけど、まあなんかちょっと僕らも心の準備は一応しております。はい。と、はい、いうことで、まあ次回はスクランブルペア対決で、戦いたいと思います、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。